そうですね、すいません。お待たせしました、すいません。はい、さーい、いいですね、すいません。思いっきり滑ってると思いますが、沖縄より NHK をいただきます。ありがとうございます。周りの人はね、何してるんだ、あんまりそんな思ってないから、NHK から国民を守ると、代表立花でございます。沖縄県までやってまいりました。なんで来たかというと、比例代表に立候補すると航空チケットがもらえるので、来ました。理由はそれだけです。根性が悪いです。こんな人間にあんまり信用しないようにしてください。ただね、沖縄にも NHK の被害者がたくさんいらっしゃるということで、特にね、なかなか沖縄に来る機会もないので、今回は税金で沖縄に行けるということなので、お邪魔させていただきました。僕この沖縄那覇来るの8年ぶりなんですけども、8年前といえば大震災があったのが8年前ですよね。3.11、子供を2人連れて怖かったんですよね。ベルトダウンしてないって言ってたんです。今の立憲民主党の枝野さんとか NHK の記者のね、僕全部実名で言いますけど、岩本博史君って記者がいまして、彼が NHK のニュースでベルトダウンしてないって言ってるんですよ、言ったんですよ。彼ね、全然理系でも何でもない記者で、僕が不倫をもみ消してあげた記者なんですよ。でそのと思って、こんなね、全くその科学のこと、化学のことわからないような人、 NHK の記者がね、急にあの時有名な人と差し替わったんですよ。で、メルトダウンしてませんって言ったんで、おい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 と、4号機は黒煙吐いとるぞと、ね、普通は白い煙だったらわかりますけど、黒い煙を出してたんで、それで危ないと思って、子供を連れて2人、息子と娘と連れて沖縄に来たのが8年前でした。でもうあの時にも思ったんですけど、本当に NHK 普通に嘘つくんですよ。あれ嘘って分かってたんですよ。メルトダウンはしてたでしょ。それよりもっとひどい、なんとかダウンまでしてたわけですよ。でもあの時の菅直人さんという総理大臣がメルトダウンしてるって言ったら、首都圏の人たちがパニックを起こすからあえて情報を出さなかったんだと、その後はっきり言ってます。つまり都合の悪い情報は隠したりとか嘘をつくっていうことが、この国の政権を取ってた民主党やNHK をはじめメディアはそれがいいと思って嘘をつくんですよ。でもそれって大丈夫ですか。僕はその8年前この沖縄に来て、結果としてはそれは、ことも何も起こらなかったですけども、あのままもっとたくさんの放射能が漏れて子どもたちに影響があったかもしれない。でこういう報道を子どもたちの当時この沖縄でネット見てました。8年前の時にやっと動画がねカクカクしながら動いてた時代で、娘がいろいろと情報を教えてくれました。でいろんな情報を聞いたら、意外に放射能って少量だったら大丈夫だっていうことが分かってきたので、大丈夫かっていうことで東京に戻りましたけども、そういうね、なんて言うんだろう、正しい情報を出せば大丈夫なのに、なんか国民はバカだから正しい情報を出さないっていうようなことをしたことが、やっぱ NHK おかしいな、もちろんね他にもいっぱいおかしいところあるんですけど、情報が一つだと国民洗脳できちゃう。テレビだけだったら洗脳できる、テレビと新聞だけだったら。でもそこにネットが入ったから、あの時やっぱり沖縄に逃げたことは正解だったし、
放射能ってそこまで怖くないっていうのを何日かで勉強させてもらえた。それがネットの力だったんですね。でその後尖閣ね、沖縄県ですよね、あれね、尖閣諸島に中国の、まあ、漁船を演じている、まあ、漁船ですけども、海上保安庁の船に突っ込んできた。であれをね、一色松春さん仲良くさせてもらってますけど、まあ、一色さんが YouTube でアップロードした。あれに衝撃を受けました。へえ、テレビじゃなくてこれからは YouTube なんだって。でそれで僕は YouTube をやりだした。それをやりだしたのが2011年の終わりぐらいだったかな。でおかげさまで今日ね、 NHK の全国放送で NHK をぶっ壊すっていうのが流れましたが、で、あのご覧いただいた方どれぐらいいらっしゃいます？あ、ありがとうございます。すいません、あの YouTube でももう5万回以上かな、多分もっと今6万回とか言ってると思いますけど、とにかくね、まだまだ目立たなきゃいけない。NHK の被害者が少ない、あの被害者にしっかりとうちのと NHK から国民を守るとっていうのが浸透してないと考えてるので、ちょっと不倫の情報セックス連呼させてもらいました。あの違反的な人がいっぱい意見来ましたけども、そういう人はあの必要ありません。僕の辞書の中にはね、あの品が悪いとか言葉が汚いとか、もうそういうことを言う人はうちの党や僕の支持をしてもらわなくて結構ですと思ってます。っていうのは、捨てるものは捨てないと無理なんですよ。僕に真面目にやれとか肩にはまれとか、あのなんだろうな、そういう普通を求めてくる人って嫌なんで、嫌っていうか、そんなことだったら黙って NHK にいますよ。 NHK 職員してたと思います。でも大胆に変えていかないといけない時代になっていると思います。でそんな中、まあ、NHK ぶっ壊すってこのワンイッシュで今選挙戦挑戦させていただいてます。でこの沖縄は伊勢山というね、変わったおっちゃんですよね、あの人どこ行ったやろ、あ、おいましたね、あ、まあ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 、後です、はい、回します。おっちゃんがね、電話してきて、いや僕は死ぬまでに言いたいことがあるんだって言って、だから NHK のことじゃないんですって言うから、あ、何ですかって言ったら、え、何でした、あ、ベーシックインカム、こんなのね、ヨーロッパのお金持ちの国しか無理だと僕は思ってるんですけど、まあ言いたいんだったら言ったら、いや、できたらいいんですよ、ベーシックインカムできて生活保護とか年金とかなくしてやるって素晴らしいことだとは分かってます。僕もある程度は知識はありますけど、まあまあ言いたいんだったらどうぞと。 NHK のことを言わない候補者をなんで沖縄に持ってきたんやって言われたら、分かりません、忙しかったから。もう分からんのですよ。だって急に10人の候補者から全国45都道あの選挙区に出すって急に決めたから、あと40人ぐらい急に集めるようになったわけですよ。で300万円出しますっていう人がどれぐらい出てくるのかなと思ったら、あっちからこっちからこっちからって40人超えましたか。いや、まさかこんなに立候補してくれると思わなかったんで、伊沢さん、あの受け答えがしっかりしてたんで、言ってることはまあまあええかぐらいで、あの大体ね、選挙に出ませんかって募集するとね、半分はちょっと頭おかしい、ちょ申し訳ないけど、ちょっとね、ちゃんとキャッチボールできない人が多い。で、まあ、そんな中で磯山さんちゃんとキャッチボールできたんで、あのもう沖縄でもどこでも行くって言ってくれたんで、あれを公認したっていうことです。だから特に沖縄に何か大した思いがあるかって言ったら全くありません、申し訳ないんですけど、全国の選挙の中の戦っていく中で沖縄って結構人多いです、100万人を超えてますから、沖縄県を放置するわけにはいかないということと、まあ沖縄の市議会議員の方から結構連絡が来ます。 NHK から国民を守る党として沖縄で活動しないんですかとか、活動したいんだっていうことで結構連絡が昔からいただいてます。
っていうのはやっぱりこの沖縄だけ差別されてますよね。 NHK 受信料が安いでしょう。これ逆差別でしょう。なんか沖縄県には NHK はちゃんと仕事せへんぞっていう意思表示じゃないですか。お前のだけ安いんだから沖縄県民 NHK に文句言うなよって。それはね、昔はアメリカにここは、まあ、占領されてて復帰したのがね、あの昭和47年ですか。だからテレビの普及は NHK がやったわけじゃないから、当時安くするのは分かりますよ、昭和とか平成の、まあ、初期ぐらいまではね。でも今もう一緒でしょ、沖縄も本土も。だ なんで沖縄だけ受信料安いのって言ったら多分答えれないでしょうね。これもう逆差別ですよ、今の時代に沖縄県だけ受信料安いって。ね、そういうのも、なんだろう、皆さんに気づいてほしいんですよね。これ本当逆差別だから。だからちゃんと国会でこういうのも議論しなきゃいけないですよ。沖縄だけ特別っていうのはもうこれどう考えても僕はおかしいと思います、ね。まあ、それはそれとしてとにかくスクランブル放送をしっかりやっていきます、ね。いろんなことをまあここ来て言われましたけど、僕は NHK のスクランブル放送の実現会はやりません。しんどいから、政治家なんて早くやめたい、本当にしんどいからですよ。人に文句言われて、こんなね1億円からの借金をして、でもやっぱり元 NHK 職員としては NHK の被害者集金人が来てね、まあ、沖縄もこれ本島だけじゃなくて、あの 出張までして集金人が迷惑かけてるようです。そのいわゆる離島っていうんですかね、離島だけど、その沖縄本島だけじゃなくてね、その東京から来たとか、あの福岡から来た、鹿児島から来たみたいな、そういう業者が結構暴れてて、あの電話いただくこともよくあります。とにかく全国でこの沖縄県も NHK の被害が出ていることは間違いありませんから、それをまずしっかりとお守りをしていくということです。で、選挙当選すれば1億円以上のお金が毎年入ってきます。で、お金もらうために選挙してます。これはっきりと言わないといけないと思ってるんですよ。政党、他の政党は自民党だったら100億円とかもっともらってるんですよ。200億円ぐらいもらってます。他の政党もどんなに安いところ、社民党でも3億とかもらってるわけですよ。そのお金何に使ってんのって話でしょ。我々は宣伝とかできるだけ抑えて、皆さんのお役に立つ撃退シールの無料配布、あとコールセンターをねもっと充実させるとか、で今までは守りばっかりでしたけど、攻撃したいんですよ、攻撃。とにかく集金人をしばきに行きたいです。あいつらむちゃくちゃやってるから、別に殴るとかそういう意味じゃなくて、ちゃんと放送法や法律守って契約を取り次ぎに行ってるのか、それをね皆さんと一緒にお金を使って、そういうスタッフも採用して、皆さんが NHK の集金人の録画や録音を取っていただいて、それを党の方に送っていただく、それに対しての経費をお支払いする、それを YouTube にアップロードしたり、国会に持っていって、いつまで NHK こんなことしてるんだっていうね。とにかく我々は NHK にお金を払わないとはっきり言ってます。これ法律違反ですけども、罰則がないので、これを言っても政治もできるし政治家もできるし、なんだペナルティはありません。一方で NHK の集金人や NHK の営業の人間は明らかに放送法違反してます。今からでいいですよ、今契約して今月分から払ってくれていいですよ。これ100万以下の罰金ですから、これは彼らはいくら7年ほど前から追及しててもいつまでたってもやめません。滞納してる人には利息取らなきゃいけないんです。これも法律で決まってるんですよ、100万以下の罰金。 NHK は逃げるだけなんですよ。皆さんよくご存知だと思いますが、我々別に脅してないでしょ。 NHK の集金見かけたら撮影してるだけなんですよ。彼らはそれで逃げていくわけですよ。それは
彼らが悪いことをしているっていう自覚がある。それをね、暴いていくだけのことです。とにかく悪いことをしてお金を奪い取っている NHK や集金人が許せない。それだけで正規をしています。だからそれ以外のことはやりません。できません。これがね、僕の、まあ、公約というか皆さんへのお約束です。ということで結構一生懸命喋りました。ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。喋りますか。ということで、沖縄県選挙から移行しております磯山秀夫さん、ね、磯山秀夫さんでございます。うちのね、ジムの女の子が秀夫と呼び捨てにしてますが、それぐらい愛着があるんでしょうね。非常に真面目な、僕とは違って真面目な磯山秀夫から皆様にお伝えをさせていただきます。